町井佐夫8月20日隊は兵、兵庫県川西市在住の医い術家、刀剣賞、刀剣と技師、兵庫県川西市在住の医い術家、おさむ新流医術病法創立者であり、ギネス世界記録を6つ保持している。2004年無双時期連営新流町派をはじめ、派するも、2005年には、無双時期連営新流の名を捨て、新たに、 おさむし流医ゅ術や標本へと改名送流。独自に、無双時期で二えい流の古伝の復元を目指し、医や道場、おさむし館にて、いや術の指導を行い、日々研鑽を重ねる。刀剣と義師刀剣賞を務める傍ら、不定期で、TV 番組への出演等も言っている。2007年富士テレビの人気番組ザ。The ベストハウス123のスペシャル生放送で千本山のギネス記録更新に挑み、韓国人が保持していた記録を大幅に更新して、千本山1位の座を再び日本に取り戻した。以降マスコミからの注目を集め、特に鞘に収まった状態の日本刀を使用した窓加速の焼き切りでその名を知られるようになり、これまでに国内外を問わず、 tv 番組にも多数出演し、数多くの偉業を成功させている。2011年、千本山の記録が、ギニスワールドレコーズ2012グローバル版に、紹介され、掲載された、日本人二人のうちの一人となった。幼少より、武道経験豊富であり、7歳児より始めた剣道の、他、宝蔵院流高田派創術、なぎなた、弓道もたしなむ。 1993年吉岡総流の下で、無双寺家、不栄神流や遺術を修行開始。一立ち目は献世であり、二立ち目で殺傷すると誠しやかに留付され、刀剣に対する作法すら正しく伝承指導しない、スポーツと化した、現代の無双寺家伝栄神流に疑念を抱く。1999年全日本巨合同連盟、無双寺家、 不英心流医愛,愛術五段位取得以降すべての商談審査を辞退。その後、所属道場の日本挙合同連盟への移籍に伴い、日本挙合同連盟において五段位を引火される。2004年抜け付けの一撃必殺提唱のもととして、独自の道を歩み始め、無双直伝で栄心流町派として活動を開始。同年8月には、国際抜刀道資産連盟に加盟し、 五段位を引火される。その後、正当とされる、無双時期で二栄心流の理合や、体裁きから大きく変化を遂げ、それまで牽制とされてきた抜け付け水平の一立ち目を、事実、一撃必殺と呼べる、斬撃力高いものへと昇華させた。2005年もはや現行の無双時期、不英心流や医術とは異なる、理合、術理を生み出した、町井伊は、 無双直伝英神竜の直捨て、同年9月より、無双直伝英神竜町派から、おさむし流竜哀術病法に流派名を改名し、哀愛術道場、おさむ神官館を設立。以降どの連盟や団体にも加盟せず独自に活動を続けている。ありがとうございます。